はい、皆さんこんばんは。ニオ2遊んでいきたいと思います。今回は藤吉郎さんを打つことになるのかな。天海さんです。天下人に登った藤吉郎は今日の第五次の庭に女官たちを集め、この実況は後撮りなので、まあこういうこともよく起こります。いつもですけどね。京都伏見の第五次は修験者の霊場かなとして始まり、歴代権力者の庇護を受けてきた大寺院である山麓に広大な境内を持ち、無数の伽藍が立ち並ぶ。戦乱による荒廃を藤吉郎の援助を受けて修復し、藤吉郎に縁のあるうんちゃらかんちゃらということになりますね。で、今なんですけども、まあこれ実況後撮りなんですが、プレイ自体はもう2周目に入ってまして、まあ武器集めとか遊んでるかな。でラスボスも一応倒してるんですが、ラスボスだけ強くてですね、ラスボスを裸で倒した動画を撮ってないんですよね。なんか踊ってんな。この人途中でちょっと出てくるキャラだった気がする。で、ラスボスを裸で倒せないので、ちょっと2周目をやって、やらしい顔してたな。キャラ自体を強くしてですね、で、まあ、ちょっとズルですけどもね、キャラを強くした後にラスボス戦をまた取っていこうかなって思ってます。なんか舞が激しくなってきたな。はい、登場。さあ、真打ちのお出ましだよ。もう真ん中の人結構色っぽい声出しますね。飛んだ三文芝居だな。行っちゃった。観客の中になぜか妖怪がいるという。このヘビ女も結構体エロいっすよね。で、実際ヘビ女2匹相手にしたら、まあ倒せんのかな。死ぬんじゃないかな。俺だったらそんなうまいわけじゃないですからね。ではプレイしていきましょう。まだ福ちゃんの姿でやってるかな。ボス手前まで来ました。この槍で藤吉郎を倒そうかな。防具はいつも通りなしです。で、これかなり前に遊んだやつなんで、藤吉郎がどんな攻撃をしてくるかとか正直忘れちゃってるんですよね。この今実況口で話してる僕は。なので、まあちょっとわかんねえな。解説とかできないかもしんないですね。あ、そうだ。裸だから、ムービー中は裸なんですよ。普通に遊んでるときは福ちゃんの姿ですけどね。顔色悪いな。見覚えがあるだろう。この満開の桜。うってつけだ。ド派手な兜。お前の墓標に。面白い顔すんな。秀吉は俺だ。あの兜どうなってんだろう。角用の穴でも開いてんですかね。兜脱げねえんじゃねえか。角あったら困っちゃって。で、槍がやっぱ強いんで、こんな感じでまあチクチクやっていくことになるかな。要はまあ正直攻撃側はどんな武器でもよくて、相手の攻撃を見切ればまあ本当何でもいいんですよね。ああ、なんか結構うまい感じにやってるな俺。この戦い食らったっけな。あんまり藤吉郎は食らわないと思うんだけど、昔の自分のうまさがちょっとわからん。2周目になってくるとね、もう普通にゴリ押ししちゃうんで、武器がいいから、武器も防具もね、いいの揃ってるから。この時な、どうだったかな。ただ攻撃パターン自体は、以前藤吉郎と戦ってるから、そんなにね、難しくないんですよ。今スーパーアーマー状態だから、チクチクやってる感じか。おお、今のよく避けたな。ちょっと自分になんか感心しちゃって。もう半分か。
あ、そう、雷属性の方が確か強かった気がする。藤吉郎は属性を2つ持ってるんですよね。あ、食らっちゃってる。無傷ってわけにはいかなかったですね。で、雷攻撃を食らうとこっちがしびれて動きが遅くなっちゃうんですが、あ、だから今向こうの動きも遅くしましたね。今巻きびし巻いてます。巻きびしを巻いて相手が踏むと相手の動きが遅くなるんですよ。なのでそれを使ったみたいです。なんか昔の僕は賢いですね。自分で言うのもあれだけど、まあ、裸でこんなことやってる時点でそんなに賢くないかもしれないんですけど。そして相手のスタミナ切れになってるし、もう畳みかけて終わるかな。お、終わった終わった。出たこの剣。結構スパッと切れるな。全然切れ味良くなさそうだけど、あの刀なんか突き刺すことしかできなそうでしたけど。お、綺麗に角がなくなってる。沖代も霊石に操られてただけで、実際はいいやつっていう設定だよね、確か。俺が目覚めさせたんだ。うん、第1話で、この桜の下でね、逆の立場でやってましたね、こいつら。ここでバクが手に入るのか。ただ、守護霊は、一回も変えなかったな、プレイ中。どん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。まあ霊石の力だけじゃないでしょうけどね、秀吉が出世したのは。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは。この霊石の描写がなんか漫画っぽくて、なんかくっきりとした線がこういう階層で現れるの初めてだから違和感がすごい。もやもやした輪郭ですからね、普段は。お前だった。もやもやっていうか違うか、輪郭を黒の線でくっきりやるっていうのが初めてなのかな、この霊石で。お、かわいい。ドキシロの方見る？どこ見てんだ？秀の字。ちょっとこの顔怖いな。今回の動画は短いけど、この辺りかな。で、連戦なんですよね。で、次の戦いは、まあ、またすぐね、出すと思いますので、これご覧ください。ご視聴ありがとうございました。